マー君、ゆっくり復帰。日米通算200勝まで残り3勝に迫る楽天田中将大投手が、自らの現在地を明かした。昨年10月に右肘クリーニング手術を受けた影響もあり、開幕から2軍調整中。3月20日のイースタンリーグを最後に実戦から4ヶ月間遠ざかるが、焦らず、今できることを着実にこなし、万全な状態で再び1軍のマウンドに立つつもりだ。田中は昨年10月に右肘をクリーニング手術。一時は開幕ローテ入りに照準を合わせ、2、3月はオープン戦とイースタンリーグで登板も完調とはならず、それ以降は実戦から遠ざかる。ここまで時間がかかるとは、その時は思い描いてはいなかったですけど、ただ、やっぱり現実として怖って、今、自分にできることをやっていって、またマウンドにしっかりと上がれるようにと思って、1日1日を過ごしています。ステップの幅は大きくはもちろんないですけど、大きかったらもう、とっくに復帰はできてると思うんで。一個一個、小さい歩幅ではありますけど、状態は上がってきているのは実感していますと受け止める。自分の体の状態もそうですし、そこは見極めながらやっていかなきゃいけないところなので、もちろん、試合を逆算して全部進められたら、それは一番いいでしょうけど、そういうことではないんで、できることをやっていくって感じです。今の僕は、いろんな人に協力してもらいながら、支えられながら、ここまでやってこられています。そういう人たちのためにも、またマウンドに上がって、しっかりと勝てる投球、自分の投球ができるようになりたいっていう思いは、やっぱり強いですね。今年ダメなら来年でもいいんじゃないかな。あと3つ勝てればいいのだから焦る必要もあるまいて。あと3勝がすごく遠く感じる。過去の24連勝がなければ200勝はさらに厳しかったかも。まずは2軍で勝ってからだね。今の楽天は田中なくてもいけてるから焦らずにね。お盆明けとかでいいからなんとか3勝してほしい。早くマウンドにいる姿が見たい。松坂選手の晩年を見ているようだ。これまでの報道ではどの程度のレベルまで来ているのかわかりませんでした。ブルペンにはたまに入る程度で、実戦復帰は未定ということですね。今の時代、200勝はとんでもない記録。マー君、状態が上がってきてよかったですね。焦らずに1軍のマウンドに戻ってきてほしいですね。頑張ってくださいね。